皆さんこんにちはレック専任講師の根本ですここでは私は夏から担当する卓越タ,ターゲット攻略講座これはどういった講座なのかこれを説明していこうと思います講座のコンセプトこれは2回以上3回以上を学習している方を対象にしています3回以上学習している方いろんな知識が頭の中にあると思いますただいろんな知識はあるけど 一個一個がが曖昧で区別がつかないだから出てこないもしくは間違えるそういう状態になってないでしょうかこの講座のコンセプトまずは正しく知識が出せるようにするそしてなおかつ瞬時にに出せるるようにするこれを目標にしています。 じゃあそのためにどのような講座にしているのか。まず一つ目の特徴、テキスト自体が見開きでインとアウトがパッと見でできるようになっています。左側のページが丸抜式の足別問題集、右のページがそれに対応する図表という形で作られています。 例えばこちらが見開きのページになっています。左側が足別の問題集です。でそれに対応する図表が右に載っています。足別を解く。で間違えたら図表を確認する。例えば番号でいうと、今回3番の問題を間違えたとといった場合、この図表の中の星の3、この知識がないんだなというのはわかる。 これによってイン、インとアウト、アウトとインが一気にできるようにしています。では、それによってどんな効能があるんでしょう。解くだけ、そういう学習になってないでしょうか。 やっぱり読み込んだ方がいいというのは分かるんですが読み込んでも頭に残らないだからどうしても解く方向解く方向に行っちゃうわけです解く方向に行っちゃうからこそそれがバツが瞬時にはわかる○×は出てきますけどねでも結局他の論点が出てこないだとかひねられるとやられるとかそういう状態になりがちですですが今回のようなテキストであれば間違えたら図表を見る で図表を見て自分がどこの知識が足りないかを確認できるまた図表の中がありますから自分の知識こっからここまではこの丸でこっからはバスなんだということがわかるあじゃあこれもしひねられたら図表を左側に行ってこうなるんだなと,というのもわかる解くだけにならない一冊になっているからインプットも一緒にできる区別ができるようになります。 二つ目のポイントです通常いろんなテキストこんなふうになっていると思うんですいわゆる過去問論点や密室論点で密室でもちょっと難しめの論点でいやこれは無理だろうというような論点え分厚いテキストなどはこれが全部完備されていると思いますこの講座ではその中で 過去問論点と密室論点で正答率が40%以上になりそうなもの正答率が40%以上になりそうなものだけに絞ったんです絞ることによって何が起きるか絞るからこそ繰り返せます繰り返せるから正確性が増します そしてその繰り返しと正確性を繰り返すことによって瞬発的に出てきます。こんだけのテキストがあれば大丈夫だこれを覚えればできるんだでもそれが分厚すぎて結局回せない回せないから曖昧になるにもかかわらず翌年も同じようなテキストを使う結局回せない同じ結論にいっちゃうわけです。そのようなことにならないように 絞り込んだんですす絞りり込みは他にもあります普段のテキスト定義が載っている基礎概念が載っている発展論点基礎論点が載っているこの講座のテキストですが論点だけに絞りました。定義や基礎概念は ご自身がいろんなテキストを持ってるじゃないですかそれで見れ,ば見ればわかるんですよで普段のインプットってこういった定義基礎概念ほとんど読み飛ばしてるはずなんです論点ばっかり見ているはずなんですよもしくは読み飛ばすとことしっかり読むところがあるからたまに読み飛ばしちゃって論点まで読み飛ばして読んじゃうとそういうこともあると思うんですこのテキストは すべて受験論点だけに特化しています受験論点だけに特化するそれ何が起きるかです薄くなりますコンパクトになりますだから繰り返せますだから正確性と瞬発力がつきますこのように絞り込むそれによって皆さんが繰り返せるような教材 それを提供します。ではそれをどんなアプローチで私は講義していくのかとこれ問題と図表になっていると言いましたね。全部で,はありませんですが講義ではたびたび、じゃあ左の問題1から5まで解いてみてと。解いて時間をとりますで。解いた後にじゃあ図表を見てと。 こここここここののの図表ううだだよよね。ね。からこうこうこうなっているよ、ね、今回の問題の3番確認してほら丸だったでしょこんな感じで講義内で問題を解くそしてそれを図表を使って確認していくそういうことをやっていきます。どういうメリットがあるかやっぱり自分で解いた後だから知識が入りやすいんですよ。 自分で頭を使った後、だから入りやすいんですまた間違えたものああ、やられたってなれば講義聞くのも結構これ意欲的に聞くと思うんですよ自分が間違えたんだから次できるようにしたいだから意欲的に聞けるんですこういったメリットもありますこちらの方ですがまあ実際にどんな講義なのかは ウェブで無料で見れるようになっています。民法一回分、まあ一回目ではなく直級の一回分なんですが、そこは見られるようになっています。ぜひ一度体感してみてください。以上でこちらの動画の方は終了です。最後までご視聴ありがとうございました。